タバコは吸わないけどジップオイルを買ったドロイドです。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、講座やろうと思ったんですが、ちょっと体力がなさそうなので、楽器のお掃除シリーズを、第2弾やってみたいと思います。第1弾でね、こちらのスライドグリスをこの前塗った時にジップオイル使った方がいいよっていう話をしたんですけど、実は僕持ってなくてですね、バルブオイルで代用したんですけど、この前ちゃんと買いました、ジップオイル。でこれでまた、スライドオイルとか、スライドグリスやる時とかは使ってみたいと思います。前回スライドグリスを塗ったので、今回はスライドオイルを塗っていきたいと思います。塗り方は人それぞれですので、一つのやり方として見てみてください。それでは行ってみましょう。行きましょうか。ドン。はい、じゃあケース開けていきましょう。スライドを取り出してスライドオイル塗るとこまで、よいしょ。スライドか、よいしょっと。はい、今回使うのはまずこれクリーニングのスワブですね。こうやってほどいて、スライドの中通してあげるやつね。まずこれ1個、スライドオイル、レカというメーカーのスーパースライドという、スライドオイルを使ってます。1本1000円ちょっとするかな。あとティッシュです。はい、ティッシュね。いきましょうか。まずスライド抜きます。よいしょっと。はい、2つ分かれますね。そしたらこの銀の表面についてるインナースライドの方の、残ってるオイルとかを拭き取ります。はい、この時は別にジップオイルとか使わなくていいですよ。普通に取れちゃうんで。手で塗るタイプのやつは分かんないけど、あんま使わないからなんとも言えないんですけど、この、サラサラしたオイルのタイプのやつは別にそのまま拭き取れるので大丈夫です。これで終わりとね。はい、次こっち側、よくねこっちの表面だけ拭き取ってオイル塗る人いるんだけど、こっちの内側にも残ってるからね、オイル。こっちの内側をしっかり取ってあげましょう。じゃないと古いオイルが積み重なったりすると動きが良くなんなかったりするので、そこはちゃんとお掃除してあげましょう。はい、そしたらここにこの穴にスワブを通していきます。で、ここまでいったら入り下まで、ここまで入るから、そしたらひっくり返してあげて、パラパラやってあげればこっちから出てくる。で、これ引っ張ってあげて、キュッとスッと、で、抜ける。それではこれで OK。スワブ使わないで、そのクリーニングロッドって長い金属の棒を使うって、ガーゼで取る人もいるんですが、個人的にはあまりおすすめはしません。なぜかというとですね、ガーゼが中で詰まっちゃう場合があって、それやると非常にこう取るのが大変というか、入院になるのでちょっと怖いので、僕はあまりおすすめはしません。このクリーニングスワブを使ってあげるのが一番手軽かなと思います。そしたらスライドを入れてあげて、まずよく振ってあげて、で蓋開けてこう伸ばしてあげて、このね塗る時なんだけど、 ここに塗っても意味がなくて、実はこの上の方塗っても意味がなくて、スライドの中と設置してるのはこのね、わかるかな、このライン、ここに 線があるんですよ。見にくいね、申し訳ない。ここにその一段厚くなってる部分があって、ここがスライドに触れているので、ここにオイルを塗ります。こっち側にちょっと塗って、でこっち側もちょっとスッと塗ってあげると。であとはなじませてあげる。これで大丈夫じゃないかな。はい、これでスライドオイルは塗れました。1個だけ余談ですが、スライドの
スライドが歪んでるとかへこんでるのは即直した方がいいです。たまに見るんですけど、あのレッスンしててどっかの学校とかで、いろんな学校とか見るときにトロンボーンのスライド学校の楽器とかね見るとね、これをこの状態でこう持ち上げたときにこっちの下も一緒にこうくっついて持ち上がっちゃう人が、あ、持ち上がっちゃう人が、持ち上がっちゃう楽器があってですね、こうやってポーツって、でこっちの手を離したらこれが落ちないでそのままあの止まってるみたいな、マジシャンが多いみたいな、あのスライド曲がってるんでへこんでるか絶対直してください。これあのそのまま使い続けるのはあの楽器そのうち壊れます。あのてか壊れてる楽器そのまま使い続けると穴開きます。気をつけてください。はい、そんな感じで、スライドオイル塗ってみました。いかがでしたでしょうか。もしなんかその気づく点があったりとか、そのあここは拭くの忘れてたとかそういうのがあれば、ぜひ参考にしてみてください。先ほども言いましたが、あの動きが悪いなっていう状態で、いくらグリスさしてもオイルさしてもなんか動き悪いんだよなって人は、あの曲がってる可能性が高いので、ぜひ部活の、学校の楽器であっても、修理してもらうことを強くお勧めします。もし学校の先生、学校の楽器がもしそういう状況であればぜひ直してあげてください。修理できなくなるレベルまで行ってしまうと修理するより高くついてしまうことがあるので、新しく楽器買い直すとかそういうことになってしまうので、ぜひあのトロンボーンのスライドはこれが動かないのとかあのキーが壊れてるとかそういうのと、そういうのと一緒なので、あの動き悪くても大丈夫だろうとか思わずに、動きはスルスル動くように、してあげてください。どうぞよろしくお願いいたします。僕からのお願いです。はい、なぜかスライドオイル塗るだけの動画がお願い動画になってしまいました。そんな感じで、今日はスライドオイルを塗ってみた、そしてスライドの調子良くしてくださいというお願いの動画でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。ではまた会いましょう。バイバイ。